張してんねんで俺あんまりでかい声で。そうだね、あんまり下ネタとか言えないけど、あの客層だってね、本当に友人が一応お任せになってるんで、はい、嫌いなものだけ何か。嫌いなものはないです。大丈夫です、はい、じゃあおつまみにお酒にちょっと献杯で。献杯で、献杯で。俺に追いついた。なんかちょっと運命的なものがありますね。あ、うめぇ。お呼びのポイントは全然違う。全然違うね。怒られるよ。あれ10円だからね。うん。高齢の人でお父さんはまだ若い。取られちゃうの。取られちゃう。おかしい。回転寿司ばっかり言ったけど、全然違うな。でもやっぱりここから。ここだって結構芸能人来るだって。深センって結構いるんだよ、ね、なんか深センっておしゃれじゃん。そうおしゃれです。なんか渋谷でというよりは深センだよね。結構若く見えますね。若づくし緊張しますね。こっちの方なんか家で横になりながら YouTube すいません、あんなんだよ油断しちゃいます。一の蔵を一の蔵、はい、ちゃんとした人も見てる。ちゃんとした人も見てるんだね。ちょっとした人が見てるんですね。本当に3回目ですけど、ね、青行っちゃいましたけど、ね、青だいたいね、20代中盤から30代、40代が多い。男性がもう 90% で、あ、すみません、このチョコいいね。このチョコすげえ冷てんだけど、意義に意義に水みたいだね。やばいっす。おみスポーツのどぐろです。のどぐろ、のどぐろちゃん。あ、でも4000ぐらい。あ、この油を乗ってた時に日本酒でスープに流れない。マリアージュ、そこでおたねとマリアージュ。あ、いいね。広島カフェ優勝記念。全然景気が変わるわけじゃん。うわ、部長だな、この絵面。なんかさ、一回ここいい店行っちゃうとさ、落とせないよね、なんか。不幸だな。でも俺これ幸せな不幸だと思ってるよ。乾燥生粉の乾燥それを集めて干してある。これ結構珍味みたいな成分があるやつなので、手でそのままちょっとずつ。なるほど、はい、どんな味？全然出てこないね。これは酒だね。日本酒、日本酒ですね。あ、塩がちょうどいいじゃん。ちょっとサラミっぽかったけど、ちょっと俺ダメか、俺今度は。食レポって難しいね。難しいっすよ。向いてないと思う。普段食わないものは分からない。分かんない。どう表現していいか分かんないもん。結構それ値段も高い。7個？そう言われるとなんかこう、ちびちび食う。どうしよう、出ちゃう。庶民感。知らない人だともう二口ぐらいで。あー。あれスルメがいない。その時ちょっとイラッとしません？え、ちょっともったいないな。どうぞ。新鮮から歩いて、いや、渋谷から行きました。渋谷から行きました。結構遠いですけど。結構遠いです。新鮮でよく飲んでるんですよ。なんとなく知ってます。もう今日のやつも見てました。ああ、そうだ。吉祥寺の。そうですね、最初騙されて。すいません、騙してすいません。ワッキーさんとかもすごい良かった。ありがとうございます。多分こういうキャラがないんで、普段そうです。大体そういう感じです。ワッキーさんもそうだったよね。ちょっとドキドキしてて、ちょっと今から行ってきますよ。あ、そう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 。そしたら、すぐ返してくれた。その夜にもどっか行きませんでした。その夜に、油麺食べに。めちゃめちゃ食いますね。お寿司屋さん、こんなとこ行くんだと思って。でも、ね、無理も食べなかったりとか、まあ、天気食べて
とか、そういうのも取らないようにしてるんですけど、それだけだと綺麗な雰囲気がね、本体というか、ある程度センサーが明るくなってくるんで、たまにそうやってまだ取れます。なるほど、ね、例えば、科学書類の間違いがすごい取れなかったとか、なるほど、これちゃんとした書類じゃないとかっていうのはちゃんと確認できるように、毎度分別するストイックス。独立してすげえ。そうか、そうやって食ってんの。仕事からですね。自分の軸があって、どれほどこれ化学調味料だみたいな、全然違うね、俺らと。一緒にしちゃうって欲求ですからね。サブだよ俺ら。これはいい、ちゃんとしたサブで。おちょっとスモークだね。まあ、わらでやるとこは。うまいしか言ってない。うまいしか言ってないね。もう、うまい。そっちになっちゃいます。本当にうまいものはうまいしか言えないはずなんだよ。したがって、ヒコバロとかも嘘だよ。ボコボコですよ。あれは嘘だ。イシちゃんこそいろいろあると思うよ。いや、絶対裏の顔。あんまり言うで。うん、まい言うって。うんってなる。とろけるまい言うとか。全部。あいつ言うことなかったら全部まい言うって言うじゃないですか。吉田ルフィはうまそうだよ、確かに。あいつね、食うとね、ちょっとうまくなったけど、ここ上がるんだよ、頬が。ちょっとね、含みながら酒飲むの。いいですね。ただの仕事の親父です。でもね、やっぱね、人がね、食った時の反応、リアルな反応が一番ね、うまいっていうのになるの。吉田ルフィ行かしてみようって言うの。頬が上がるもん。わかるやつしか食ってないっすか。頬上がるとこ見てるの、1個3ぐらいですよ。あいつ多分もう仕事かどうか分かんなくなってるんじゃないですか。混合してるよね。私物か。あいつマス添えだよ。金返せマス添え。俺らカキお湯漬け、カキのお湯漬け、はい、俺カキ大好きなんです。さすが広島の血が入ってますね。ここはマジで海のミルクや、ミルク、ミルクの海。これは眉ですね。嘘くせえわ。うん、眉。うん、うん、トロトロ眉。待って、この柿超うまくね。俺すげえ感動してんだけど、これ。じゃあ、超濃厚なのか。クリーム入ってるみたい。生クリーム入ってる。生クリーム入ってますこれ。あー、幸せ。日本料理ってうめえな。いや本当ジャパン人に生まれてよかったっす。いや本当に思うね。あとネギに行きます。あ、はい、おお、ルー酒どうですか。大丈夫、美味しかったです。これ美味しいです。これ指引き。あ、そうだ、ありがとうございます。指引き、や、今までで大満足です。もう一回借りたよ。一回ちょっと変わらない、うん、マジですか。去年にの10月にモルジュ行ったんです。すげえシンクロしてるんじゃないですか。びっくりっす。飲むしかないじゃないですか。僕はあのコンラットも、はいはい、あのココアイオンと、はいはい、シンクロ率がもう 100% だ。超シャミ取れたらインスタで上げちゃう。手でいくか、うん、そう、そのための2フィンガー。うまい。じゃあ、じゃあビッグトロ、ビッグトロ、ビッグトロ。でもあれね、油、うん、くどくないね、うん。養殖のマグロだと結構ベタつく油なんです。いつも俺らが食べてるのは多分養殖のなんか国産の近海ものだとこういうさっぱりした、あとは時期的なものもありますけど、夏なので油ちょっとさっぱりなんか大トロっていうと1個食うともういいやみたいな、あれって養殖なんですか。これあとは養殖のっていうのと、マグロは 黒マグロっていうのがあって、インドマグロとか南マグロってやつだとねっとりとか、なるほど、なるほど、はい、俺今まで食った音が違いなと思っちゃう。残米のマグロだとちょっと違う。なるほどね。
ない人ちょうど今だからあれたちな感じだね。あ、そうです。あれだっす。はい。Goes film.